夢の中ゴールドライス星光るトゥードアレース目の前にはゴールドライス引き寄せてる俺のバイス。あ、始まってる。こんにちは。おうっしゃ、始めようか今日も。皆さん元気してますか。今日はね、すごくね、質問が最近多かったんで、ゴールドロイスについてね、話してくださいとか、もっとね、ゴールドロイス詳しくどういうことかね、説明してくださいとか、すごく多いんで、まあ皆さんのね、その、やっぱりこう皆さんあってのね、この YouTube なのでね、僕のね、皆様のね、じゃあその、まあゴールドロイスについてね、詳しくね、私、翔、今日はね、話していこうと思います。はい。じゃあ早速ね、聞いていこうと思います。うん、嬉しいよね。自分の作品にそんなに興味を示してくれるのはね。うん、やっぱラッパーとしてこの音楽に興味を持ってくれるのはすごく嬉しいです。まずこのイントロがすげえかっこいいよね。夢の中ゴールドライス星光るトゥードアレース目の前にはゴールドライス引き寄せてる俺のバイス、うん、夢の中ゴールドライス。ここサビっすね。星光るトゥードアレース目の前にはゴールドライス引き寄せてる俺のバイス。まずここまでしようか。まずね、このサビ、ここもすごい気になってる人多いのかなと思ったんで、このゴールドロイスのサビは、夢の中ゴールドロイス、星光るトゥードアレース。え、星光るトゥードアレースってどういうことみたいな。要するに、ロールスロイスって、オプションで、レース、ツードアの、要は、レースはツードアなんですよね。で、星光るツードアレース。要するに、こう、ツードアのレース、天井オプションで星が光ってるよ、と。で、夢の中ゴールドロイス、星光るトゥードアレース、目の前にはゴールドロイス、引き寄せてる俺のボイスって歌ってるんだけど、要するに、夢の中でゴールドロイスを俺は運転してると。で、そのツードアはもちろん、天井は星が光ってるバージョンだと。夢の中を引き寄せて、目の前にはゴールドロイス。引き寄せてる俺のボイス。要するに夢の中でも、目の前にはゴールドロイスがあるんだよと。で、それをもう俺のボイス、声だよね。俺の声で引き寄せてんだよって歌ってるんですよね。まあ、どういうことかっていうと、何パターンかのメッセージを放ってるんだけど、まあ、どんどん俺のこのムーブメントが、ロールスロイスをもう自分のところに引き寄せてると。で、あとはもう一つは、引き寄せてる俺のボイス。ボイスっていうのは声なんだけど、要するに俺の音楽で、どん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 ヒットを生んで、俺は、どんどんロールスロイスを引き寄せてるよと。そういうことっす。はい、次ね。うん、ここね。限られた時間の中、幼い頃から戦いのことばっか、もうその戦いは飽きた。楽しくやれるかが鍵だって言ってるんだけど、要するに限られた時間の中っていうのは、もう人生って、もう一瞬だなって思ってて、だからそのもう時間って決められてんじゃんっていう。時間はどうすることもできないじゃん。で、その中で、やっぱりこう幼い時は戦いのことばっかだったんですよね。やっぱ英才教育で好きよとなってて、もうもちろん好きだったんだけど、でも常に勝つか負けるか、明日練習もタイムレース、ほぼほぼ毎日タイムレースみたいな感じだったから、そこで勝つか負けるかって、そこの枠の中に入って常にやってきたっていう。で、俺はもうその戦いは飽きた。楽しくやれるかが鍵だって歌ってるんだけど、じゃあそれは戦いのものをもうじゃあ放棄するかって、じゃあ勝ち負けの世界を俺は放棄するかって、そういうことじゃなくて、その勝ち負けっていう部分に執着しすぎちゃうと、本当にもっと広い視野の部分が見えなくなってしまうよっていう。
だからもっと楽しく肩の力抜いてやることによってパフォーマンスがもっと上がるじゃねえのっていうことを、もう自分に活かせる感じもあるよね。勝ち負けばっかにこだわると、じゃあ音楽にしても本当にいいものできなくなっちゃうぞって、だからそういうメッセージがここのワンバースは込められてるんですよね。はい、続きいきましょう。もうその戦いは飽きて、楽しくやれるかが鍵で、誰かと違っても嫌気がさしても、自分がときめく姿は恥である、突き抜けてる俺の個性、結果に返すファンに俺、はい、ここね。誰かと違っても嫌気がさしても、自分がときめく姿は味出る、突き抜けてる俺の個性、結果で返すファンに俺いいって歌ってるんだけど、まあ、要するにこう最初はこの人とさ、やっぱり俺結構変わってる部分があって、やっぱスキーやってる時の頭をさ滑ってて、ものすごいスピードで転倒しまくって頭打ちまくってるせいか、全身麻酔をしまくってるせいか、手術も結構何回もやってて、なんかね、頭がもうおかしいんですよね。だったりとか、なんかこう、ギアだったり、もうみんな、ショート薬物やってんじゃねえのぐらい、ギアを、めちゃめちゃ俺静かな時もあれば、0からいくらいテンション100になったりとかするんですよ。だからそういうとこがおかしかったりとか、でもそれシュラフっていうか、もうノーマルな状態でそういう風になっちゃうんで、だからまあそういう部分だったりとか、例えばこう、滑舌がお前悪いじゃんとか、みんな言ってるし、いろんな部分があると思うんだけど、誰かと違っても、そこに嫌気がさしても、自分がときめく姿は味出る、突き抜けてる俺の個性って、要するに誰かと違う、そういうコンプレックスに思ってるようなものが、実はそれって長所なんじゃないのと。例えばラップにしても何にしても、みんなが滑舌がいい、みんながクリーンなラップをしてればさ、そこからこう味を出すことはできないじゃん。でもそんな中でラッパーってみんな滑舌良くて当たり前だよね、ところで俺みたいに滑舌悪いラッパーが、今日もこのゲスト中華のベンツみたいなこと歌ってれば耳に残るんだよね。でそれが長所になって突き抜けるじゃんみたいな、個性が突き抜けんじゃんみたいな。だから実はその短所、誰かと違ってもそこ気にするんじゃなくて、じゃあそこ、例えば鼻が低いとかさ、ね、例えばなんだ、いろいろあると思うんだよ俺の短所でも。それが個性で、そこが実は突き抜ける部分でもあるんじゃねえのっていうメッセージ。だからそこは誰かと違ってても、何かコンプレックスに思ってても、実はそれが長所になったりするんだよっていう、俺のこれ隠されたメッセージをここで放ってるんですよ。はい、次行きましょう。全てをひっくり返せできるといい気がする、これからも磨ける。うん、ここね。はい、ここはまあ、全てをひっくり返すっていうのはよくね、海外のラッパーとか、まあ、もちろん日本のアーティストとかでもそういう言葉ってよく使ってると思うんで、まあ、そこはなんか俺もよく、そんな難しくなくて、ほんとシンプルですね。ほんの裏がないです。この言葉を全てをひっくり返すっていうのは本当にこうシンプルな言葉なんだけど、本当にそう俺は思ってて、で全てをひっくり返す、できると言い聞かせる、でも全てをひっくり返すの後、次にできると言い聞かせるっていうものを言うリリックっていうのは少ないのかなと思って、全てをひっくり返すの後に違う言葉が出てくれたと思うんだけど、その後にできると言い聞かせる、でこれからも磨けるって歌ってるんだけど、ここがすごい大事だなと思って、結局自分自身を、じゃあ全てをひっくり返すには、言うのは簡単だけどやることってすごい大変で、何回も何回も壁にぶち当たってくじけそうになって、もうケチョンケチョンにこうやってね、潰されて潰されて、やろうと思ってもなんかね、いろんな障害があって、こうね、なかなかうまくいかないんだよ世の中っていうのは。なんだけどその中でもできると言い聞かせなきゃいけないんだよね。壁にぶち当たってさ、やもうはいダメだってなってぐらいだったら絶対それね、ひっくり返せないじゃん。全てひっくり返せない。だからなった時でもできると言い聞かせて、なんとかそこを乗り越えていくわけだよ。そういう山を、壁を。だからできると言い聞かせる。で、これからも磨けるっていうのは、今俺38歳なんだけども、年齢とか関係なく、そこはこう常にこう、自分が向上心持って進化、成長できるようなものを大事にしてるから、まあ、それをこのリリックにぶち込んだ感じですね。はい。
で、これサビだね、ここ。夢の中ゴールドライス、星光るトゥードアレイス、目の前にはゴールドライス、引き寄せてる俺のバイス。夢の中ゴールドライス、星光るトゥードアレイス、目の前にはゴールドライス、引き寄せてる俺のバイス。Thank you はかぶりまくる、プロジェクトを進めまくる、カムスタジオ気持ち熱く、さすが情熱これに託す、曲げねえよし。うん、ここね、うん、もうこのまんまだね。環境は変わりまくるっていうのはもう今のこの世界見てればもうわかりますよね。もう今年当たり前だとされてることがもう来年にはどうなってるかわからない世界で、うん、だから環境は変わりまくる、プロジェクトを進めまくる、今日もスタジオ気持ち熱く、注ぐ情熱これに託すって歌ってるんだけど、まあ、結局もうその世の中にしてもこの世界にしてもどんどん変わるんだけど、じゃあその中で軸を持ってやっていくことが大事だよねって部分で、じゃあプロジェクトを進める、それはいろんな人に当てはまると思うね。プロジェクトが、それはでっかいプロジェクトだろうがちっちゃいプロジェクトだろうが、じゃあ今日ね、弁当を彼氏に、じゃあ作って、美味しい弁当を彼氏に作って、彼氏のを笑顔にするんだ、それも一つのプロジェクトだったりとか、人それぞれいろんなプロジェクトがあると思うんだけど、そのもうそこを大事にしようよっていうね。で、まあ、俺は、それ歌なんだけど、で、今日もスタジオ、気持ち熱く、注ぐ情熱、声に託す。まあ、何かこの、好きな子だったらやるべきことに情熱を注ごうぜって。うん、そこだけは環境とかでできなくなる状況もあるかもしれないけど、でも、そこに集中することによって、ぶっちゃけもう、この世の中っていうか、その世界とかどうでもいいじゃんみたいな。自分の世界があるんだからっていう。うん。そうそう、そういうことだね。はい、続きいきましょう。スタジオ気持ち熱く、注ぐ情熱これに託す、曲げねえよ信念貫く、社会はどんどん暮らつく、時にはマジでムカつく、そんな時こそ突き進む。うん、これね、まあそのまま2バース目繋がってんだけど、曲げねえよ信念貫く、社会はどんどんぐらつく、時には俺もマジでムカつく、そんな時こそ突き進むって歌ってるんだけど、うん、結局そのさっきの延長線上なんだけど、もうめちゃめちゃ社会なんてぐらつくんだよね。このメディアの情報もで、今情報なんて溢れ返ってるから、だからそこにはそこにたまにムカついたりとかすることもあるんじゃん。みんな見ててさ、もうこうだから世の中ってものが、うん、でもそんな時こそ自分がやるべきことにしっかりフォーカスして突き進むんだって、それが大事なんだってことをこれは歌ってる、うん、だからこのゴールドロイスっていうこの曲、このアートはすごくシンプルなんだけど、すごくわかりやすいワードをチョイスはしてるんだけれども、さあ坊主にヒゲとか薬物はやめるよりはちょっと若干こう言葉の数は多いんだけど、その中でもなるべく言葉をね、俺の中でぐわーってもう箇条書きにこの曲なんかうわーってとか3ページぐらいかな、ふわーってリリックが詩があるわけだよ。それを本当にこの半分ぐらいの内容、要するに10分の1ぐらいの内容に言葉を全部削ってって、無駄を削ぎ落としてって作った感じになるんだけど、だから本当に無駄を削ぎ落としたシンプルなワードしか残ってないんだけど、まあもちろん坊主にヒゲなんかで全然多いんだけど、でも、まあこの今の世の中に対してすごくこうシンプルで、でも、こう輝かしく、今のこの中でもゴールドロイス、輝かしく、で引き寄せる、そういうものをどんどん引き寄せるんだよっていうメッセージを俺はこの曲で放ってる。うん。って感じかな。まあその辺を、で、この後はもうサビになっちゃうんで、もうはい、あれなんだけど、まあその辺をね、ゴールドロイスはこの曲とか PV はその辺をまた今の俺の言ってることを感じながらプロモーションビデオなんかを見てくれると、よりなんかこう感じるものが深くなってくれたりとかすると思うんでね、PV のね概要欄、PV の URL はね下の概要欄に貼っておきますので、そこから PV 見てみてはいかがでしょうか。まあ、おかげさまでもう13万再生ゴールドロイスのね曲も上がってて、本当に
曲がね、どんどんやっぱりこう聴いてもらえて、やっぱこの前のライブしてもね、みんなこう携帯でねライト照らしてくれたりとかして、すごく盛り上がったんだけど、だから本当にねこうやって俺も魂込めて曲作ってるから、まあ、その中でね、あのみんなもあのショーゴールドロイスについてねもっと話してよとか、あのゴールドロイスって、うん、ちゃんと説明しまっていいとかね、そうやってコメントが多いっていうのがめちゃめちゃ嬉しくて、うん、だからあ本当に俺のねこのゴールドロイスの曲、このアートをねみんな気にしてくれてるんだなと思って、で今日ねこのような形でゴールドロイスについてね詳しく俺なりにねあの、まあ、曲をね聞きながら説明できたのはねすごくね良かったなと思います。はい、ということでね、次回のショーの YouTube もお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。今よりもさらに高く、この悔しさ明日に生かす、捨ててから俺はみ出す、今に見とけさらに光る、俺が病院ベッドの上で涙を流し頭を伏せて、こんな姿誰もわからない、わからなくても構わない、自分の心に刻まれてるから。